こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。はい、今日はですね、水星人やってはいけない親あるある、こちらについてお話ししたいと思います。まず、水星人は、一つ目、プレッシャーをかけがち。プレッシャーをかけがち。特に、水星人はですね、目上の人と縁が薄い分、目下にこう期待してしまいがちという性質があります。特に目下子供っていうのは、自分が あんまりこううまくいかなかったこととか、そして、多くをこう経験しておいた方がいいようなこと、これをどうしても子供に押し付けてしまいがちなんですね。水星人というのはそもそも自分で、自分の力で、こう道を切り開いていく、そういう、こう強さを持っています。なので、自分のその強さ、これを基準として、子供にも、これぐらいできるだろう、これぐらいやってほしいと、そういう熱い思いから、どうしても子供に、こうした方がいい、ああした方がいいということ、これを言うがためにこう子供にしたらすごくこうプレッシャーになってしまう。結構水星人は頭が切れて何でもそつなくこなす人が多いので、やっぱりお父さんもお母さんもそれできてるしなっていう、こうその姿勢を見て子供も逆にこうプレッシャーを感じてしまうということがあります。なので、子供に期待するということはとてもいいんですけれども、あまり、こう自分が思ったレールを引きすぎてしまうと、その子の個性が出なくなってしまったり、また良さが伸びなくなってしまったりっていうこともあります。で特に、プレッシャーに弱いお子さんだと、全てが潰れてしまうということにもなりかねませんので、子どものその時の状況ですね、そして心を読み解きながら、うまく接してあげるということが大切なんじゃないかと思います。自然に振る舞ってるだけで圧を与えてる可能性ですね。そうなんですよ。やっぱり水星人っていうのはこうクールで、割とこう自分は自分、人は人とこうできる人が多いので、なので自分もこれだけできたんだってい う, こう自負がありながら、我が子にはもうそれ以上にいってほしいというような気持ちがある、そういう部分もあります。それがね、自然な生活の中で自分は意識していなくても出てしまっている、そういう部分があるんですね。それを子供が感じると、わあどうしよう、もうあんまり言ってもな、理解してもらえないかもなっていうことで、あんまりこう素直に会話をしなかったり相談をしなかったりっていう場面が、出てきてしまう可能性もありますので、注意が必要だと思います。あ、水星人じゃん。水星人です、ね、水星人よ、気をつけなきゃ子供に朝与えてないから。そうそうそう、ドキッとするとこがちょっとあって、気をつけようと思います、ね、愛情なんだけどねそう感じてしまうという場面もあるんじゃないかなと思いますね。はい、次、ネガティブ思考で接しがち。ネガティブ思考で接しがち。水星人っていうのは、すごくこうクールで、こう強い一面もありながら、基本的に周りにはそういうふうに思われる。だから家族からも、お母さんは強い、お父さんは強いというふうに思われがちなんですけれども、特に自分がこう停滞している時だったり、こう運気が下がっている時っていうのはとてもネガティブになりがちです。そうなると、こう今までこう結構強気にあれもした方がいい、これもした方がいい、割とこう前向きに、子供にも接しているはずが、急にですね、やはりちょっとあれはやめといた方がいい、こういう人と付き合ったらあなたもこうなるかもしれないという、すごく何事にもこうネガティブに、考えてしまって、その自分のそのネガティブさを子供に押し付けてしまう、そういう一面があります。その起伏の激しさにですね、子供は翻弄されてしまうということになってしまいます。なので、自分がネガティブになっても、その様子はあまりあからさまに子供に出すとか、それをやはり子供に押し付けてしまうということは、子供にとっては良くないことなので、その辺は自分の感情のコントロールというのを、そういう時期は意識するということが大切です。もうポジティブになれない、どうしたらいい？そう、なかなかね、そういう時ってなれないんですよ。それこそ本当に一つ一つの小さな成功体験でもいいので、それが 大事ですよね。それから誰かその信頼できる家族だったりっていう人が認めてくれたりとか、そして近くで仕事をしている上司でも、周りにいる一緒に働いているスタッフでもが、一人でも自分を認めてくれるということ、これが大きな、こう力になって自信となって次に進めるようになると思うんですね。なのでやはり、こう誰か自分をこう理解してくれるような人が、そばにいると、
心強く生きられるんじゃないでしょうか。自分本位に接しがち、自分本位に接しがち。基本的に、まあ、人は人、自分は自分という、元々の性質を持っています。まあ、もちろん家庭も大事ですし、家族も大事なんですけれども、やはり自分の時間をすごく大切にします。なので、こうあまりこう家族サービスとか、まあ、忙しい中にせっかくこう休日があったとして、まあ、家族で過ごす家族の時間を大切にと、まあ、自分の時間を犠牲にしてまで、その家族との時間を持とうという考えはあまりないかもしれません。まあ、そういう時間があるんだったら少し自分を自由にしてほしいとか、自分が一人で、いろいろなことを考えられる時間が欲しいとか、ちょっと、その家族っていう枠から離れて、リセットをかけたいというふうになってしまいがちです。まあ、これお子さんが大きくなって、ね、それを理解してくれるようになればいいんですけれども、まあ、幼いうちはやはりどうしても一緒にいたい、休みなら一緒に遊んでよというようなことになってしまう。そうすると、まあ、自分は悪気なくても子供は寂しい思いをしているっていうこともあるかと思います。なので、まあ、とても自分の時間を持つということで水星人はバランスを取りますので、それは大切なんですけれども、まあ、できるだけお子さんが小さいうちは、まあ、子供が少し寝てからとか、何かこう、旦那さんに少しこう協力してもらうとか、うまいこうバランスを取りながら自分の時間を、作っていくということ、これは大切だと思います。なんかあれですね、はい、いろいろ他の政治も聞いてますけど、一番子育てする難しいというか、うん、大変そうな感じなんですね。そうそう、やっぱり家庭運結婚っていうのはもともとないっていうのもあって、まあ、その代わりすごい自分がこう複雑だったり、あまり愛情がなく、育った環境の人も多いので、温かい家庭を持ちたいという気持ちはあるんですけれども、そのこう兼ね合いバランスね、その家庭を持ちたいっていう気持ちと、まあ、自分一人でも、こううまく楽しく幸せにやっていきたいっていうこのバランス、これを取るのが結婚してから水星人は難しいと思います。そういう本当に愛情もあるし、根は優しいしって気持ちもあるんだけど、なかなかそれをうまく実践するっていうことが、とても難しいんじゃないかと思いますね。まあね、なかなか本当に完璧にね両立するっていうのはとても難しいことだとは思いますけれども、そういうことを家族が理解することによって、少し、まあ、その水星人のお母さんないしに、自分の時間を与えてあげるっていうことが、まあ、日々、うまく回るような、こう活力になる場合もありますので、まあ、少しこう家族が協力しながらっていうのも一つ考える必要があるかもしれません。ということで今日はいかがだったでしょうか。皆さんもね、思い当たることがあれば、ぜひ注意していただいて、より良い家族関係を築いていってほしいなと思います。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。